ベネズエラの地方制度は、州基礎自治体、区の3層だが、自治体とは呼べない区を除くなら2層になる。州は23、首都地区が1、連邦直轄量が1ある。首都地区と連邦直轄量は、州政府に当たるものを持たない。形式上連邦制をとるが、ベネズエラは南米でも中央集権的な制度の国で、州の独立性は弱い。 1989年まで州知事は共和国大統領の任命制であった。かつては州と基礎自治体の間にリストリートがあったが、1980年代に廃止された。基本的にかつての軍が新しい市に、かつての市が新しい区に相当する。中にはバルガス州のような一州一市の例もある。 基礎自治体の上位に置かれる特別な自治体として、カラカス大都市地区とアルトアプレ群が、それぞれの特別法によって設けられている。パローキアとはスペイン語で教会の教区を意味するが、現在のベネズエラでは、それとは別のものを表し、区別するために、民区と呼ばれることもある。小さな市では一市一区のところが多く、区役所は置かれない。選挙で選ばれるのは、州知事、州議会議員、 市長、市会議員、区議員で、区長は任命制である。ベネズエラの地域ベネズエラは八つの地理的地域に分かれる。これは、地理、文化、計画に用いられるが、地域政府のような行政体は存在しない。ベネズエラの地方自治体マップベネズエラの主張する、領域。ガイアナ領のグアヤナい石場が含まれている。ありがとうございます。